の何でも相談です皆様からお寄せいただいたご質問にお答えしています。えー、みよさん、先生おはようございます。森先生の先日の小池百合子さんについての動画を見て思ったことがあります。私は先生のコミュニティをいつも楽しんで見ているんですが、それは先生が小池百合子さんのことを本当に応援しているからな,かなと思いました。私は小池百合子さんのファンでもなく、特に支持しているというわけではありませんが、以前、おじ様たちが小池百合子さんのことを化粧化 いいと言って笑っててて、笑るのを聞いて私はとても嫌な気持ちになりました。失礼なことを言う人たちだなと怒りを感じて何かガツンと言ってやりたいという気持ちになりましたが、私にはそんな力もなく黙って我慢して聞いていました。今,思い出すと今でも思い出すとあらがたちます。森先生とそのお医者様たちの違いは本当に持っていることが違って批判しても、えー、根底に相手を応援しようという気持ちがあれば、周りに嫌な気持ちをさせにくいのかなと思いました。それは当たり前のことなのかもしれませんが、周りりにににあまり不快な思いをさせずに批判するには、 批判することのこうことを応援しようとする気持ちを忘れないようにすれば良い,いんでしょうか。はい、とてもあのえー、本質的なところをお,お,おっ言ってくださってありがとうございます。えっ、ー、とコメ批判的コメディはですね、僕の理解ではですね、個性のあのー、個性をまあ受け入れる個性をそのなんていうんですかね。うん個性をそういうものがあるとして認識するというかあのな否定も肯定もせずそういう個性があるってことをあのー、まあ 世界のの多様性の一つととしてて大事にするってことだと思うんですだから僕が小池祐子さんのコメディ作る時には小池祐子さんいろいろ個性があるんですけどもその個性をただ描いているということなんですね。でそれがでも面白い,笑い,笑,い笑いになるという時にその個性を、えー、まあなんていうかなうんマイルドに自分の中に取り入れることができると僕は感じてるんですね。ですすから応援すると言っても そのまあ政治家としてね小池百合子さんを応援するとかそういうこととちょっと違っていて、えー、そういう小池百合子さんというタグマディな個性のお持ちの方がそこにいるということを認めるということなのかなと思いますね。ライオンさん、えー、人間の脳と全く構造が同じである脳を人工的に作ったとき、その脳には意識が宿ったと言えるでしょうか。まあ、構造が全く同じだったらあの。 まあ、意識やろうと言っていいと思うんですけどその同じということって常に人間の場合は曖昧なわけ,わけですあのよく、えー、となんシリコン素子でニューロンと同じうん機能を果たすようなものを作ったらいいんじゃないかとかいうような議論をするんですけどこの議論こういうこのう議論が <laughs> あの適当なのはじゃ同じってどういう意味で言ってるのってだから例えばですねあのアクションポテンシャル活動マクディンが。 同じように起こるという意味で言ってるんだったらでもそこだけは同じだけど他のことは違うじゃないですかだから同じってことを言うんだったら全く同じ分子構造つまりだから脳の全く同じ脳を作るっていうことでしかなくてじゃそれだったら普通に人間を育てた方が早いんじゃないのって話になりますよね。アラン・ンチューリングのすごいところはう えとチューリングマシンじゃない、ね、チューリングテストの論文でまさにそういうことを議論しているということがすごい,いわけです <laughs> 通常の生物学的な、えー、プロセスで、えー、人間を作ることもできるよねみたいなことも言ってるのがすごいなと僕は思っています SK さん <laughs> 森さんこんにちは僕は高校3年生の森です 以前初めて高校の図書館を利用しましたその時にとてもたくさんの面白そうな本過去要書や、えー、科学雑誌新書などがありなぜこの図書館を以前から利用しなかったのかと後悔しましたそのため大学では図書館を全力で利用しきってやろうと思っています茂木さんの読書や図書館を利用することについてのご意見や、えー、アドバイスをお聞きしたいんですよろしくお願いしますおいいとっても素敵だと思いますよ僕も図書館はすごい好きで子供の頃から入り浸ってましたただですね SK さんあのやっぱりあれですよね とてもいい気 SK さんこれからだからあのこれからねもちろん一個人として大学の図書館を、えー、利用するってことは是非、あのー、やっていただきたいんですけどプラス本来これあの高校入学時に図書館教育っていうのかな図書館に行って <coughs> みんなで図書館の使い方を学ぶみたいな時間があったらいいわけじゃないですか是非そういうね、あのー、時間をも持ったらいいんじゃないかってことをね折に触れ あの言ってくださるととてもこれは見直すと見直うと思うんで <laughs> ぜひ頑張ってください、えー、ガーデナーさん「進撃の巨人は崇高な文学です」らしいね <laughs> 俺まだ読めてなくて俺「進撃の巨人」は「進撃の巨人」はですね3巻ぐらいまで読んだのかなそれは単行本買って読んだんですけどその後読んでないんでなんか完結されたそうで、えー、と折を見て、えー、全部読んでみたいなと思ってますありがとうございます 主治中村さん、物理学のラーニングが進むについて、何年後ぐらいに重力の期限を探る、水準になる高度な計算が必要で、ある数学科の博士課程の人からそのような計算をするにあたって、頭だけの使用で活用、使用で計算するのは無理だと教えられました。ね、僕にはマネマチカを購入する資金がないため、そのような高度な計算を可能にするために今、Python のラーニングをしているわけです。もし頭のみでそういう高度な計算が可能であるならば、時は金ないで、 ンン、えー、のラーニングは止めることにしますやめるるここととににししまますすや実際そらくうーんとまあ一般ソタルにしても上識16理論にしてもあの解析的に解けるものってらのは非常に少ないしあのですからその何らかの意味でのシミュレーションって必要なんだでしょうしそれから <coughs> あの解析的に解けるというやつもまあ今は別にマネマティカでその数式を処理するってやつっていうのはツールとして誰もが使うわけですから。 マゼマチカに限らず、マゼマチカはあのコ,ンプラコンプライエトリーっと言っててね、プロプライエトリーか、あのーまあ、中身ブラックボックスの商用用ソフトですけど、それに相当する、えー、とフリーのソフトもあると理解してますけど、ちょっと最近僕、あのそこら辺見てないんで分かんないですが、なので、フリーのソフトを,、えー、<coughs> を探がらされたらいいんじゃないかなと思いますけどね。はな <coughs> さん、ケンモジアイ先生、おはようございます。 読書についてですが、思ってたよりも少し違うなと感じる作品だと退屈で途中で読むのをやめてしまうのですがよくないのでしょうか。脳のためには独りよして感想などを書くのがいいのでしょうか。よろしくお願いします。健保ジャイ先生どうなんですか。それはあまりにもつまんなかったらとりあえず置いておくといいんじゃないかな。<laughs> まああのー、ご縁縁ってのがあるんでね。だからとりあえずしまっといとい取っといて、何かの時にまた読みつけばいいんじゃないかなと思いますけどね。<laughs> ローラ・アン・ユズリハさんツイッターや YouTube ではい論破おツの人や上兄ちゃんに絡まれてもイライラしませんかいや全然絡まれてもイライラしないというか、あのー、なぜかっていうと、あのーうん、その人たしから学ぶことはあんまりないから学ぶことがないものについて興味がない感じですかねイライラするというのりもの僕はやっぱりなんていうか目の前でやることがたくさんありすぎてそれがあまりにも大変なんで。 あ,のあんまりそういう学ぶことがない人からに興味を持ってる時間がないって感じかなうんイライラするっていうか面倒くさいだけですね世の中に面白いこといっぱいあるんでね <coughs> ええ有瀬ナカさん期末テストが終わりました高齢の服装頭髪検査で私は爪を切れと怒られました行くあ俺は大丈夫かな <laughs> 朝検査のため朝検査のために切ったりも変わらずまた先生はなぜ平めにしたいの平め平爪平めって何そういう言葉がかんだバカなのと言いました先生は私に説教しているのにネイルをして爪を伸ばしていました説教できるような爪をしていない先生がなぜ深爪ギリギリの私をなと嫌うんでしょうかまあなんかイライラされてるんでしょうねだから先生あのー、先生といえども完全な人ではないんであのー 人間だと思って,あ,のあ,かく見てあげてくださいあそういう人がここにいるんだなみたいなただ学校ってところはそういう不完全な人間でも先生と生徒っていう、えー、非対称性ができるとんそこに何か先生という絶対権力性が生じてしまうわけですね絶対権力は絶対的に腐敗するといった人もいるわけですが、えー、ですのであの、まあ、よほどのことがない限りそうなっちゃう。 でないですか人間って弱いからそういうことも含めてアイデアさんも見てたらいいんじゃないかなと思いますけどね、まあ、世の中ってそういうところがあるんで <laughs> ぜひあの人間言ってこんなもんだ世の中ってこんなもんだって見てくださったらいいかなと思いますけどねえっと4月もライオンさんイギリスを構成する地域の間の関係性について方3年前にイギリスを旅行しました偶然にもヘンリー王子とメーガンさんの結婚式の時期でしたメディアはロイヤルウェディング一色で観光地のギフトショップは 新婚カップルの写真のマグカップなどが飾られていました。ただ、現地の人と私の拙い英語で話したときに感じたのですが、ウェールズやスコットランドの人は意外にも王室の話題にはあまり関心がなく、中には結婚式自体についても知らない人がいました。なるほど。そこでイギリスに留学経験があるとおっしゃっている、えー、森さんに質問ですが、イギリスを構成する4国、ウェールズ、イングランド、スコットランド、アイルランドの関係者はどう程度なんでしょうか。例えば、日本でいうと、山本知ェと沖縄県人街の距離があったらどうでしょうか。 イギリス系国会でもイギリス戦法を構成するカナダオーストラリアからありなかなかイギリスという国をどのように認識すればいいのか日本人の感覚では難しいものがありますはいあの距離感ありますよ特にスコットランドとかまあ北アイルランドまあそうねイングランド以外はそこまであのなんていうかねイングランドのいろんなものに対して素直に全てあのまあ 賛成っていうことじゃ全くないし、だからこそその独立の話なんかもあるわけで。でも一方ではね、もう完全一体化しちゃってるわけですよ。あの言語的にもそうだし、文化的にも経済的にも一体化しちゃってるとこあるんで。非常にだから、あのなんていうかう、複雑な状況なんだろうと思います。まあ、あのどんな地域にも、えっ、ー、と連合、そのヨニオニストっていうんですかね、その連合王国ということを支持する人もいれば。 そううじゃないい人もいるっていうことこでだただ現実としては UK の中旅してってお分かりになると思うんですけど別にあの国境があるわけじゃないし言語も変わるわけじゃないしまあちょっとニュアンスっていうかねイントネーションとか変わるんですけどそういうところがあるんだけどそういえばなんかイングランドとコットランドもともと別の国だよねみたいなことを思い出すこともあるまあ非常にややこしい微妙な何て言うかなポイントなのかなと思いますけどね。 えーとチンプイさん脳の興味を一点に集中させる方法があれば教えてください自分はいろいろなことに興味があり毎日何かを勉強しているので毎日楽しいですおそれは問題ないのですが一つの作品を作ろうとしたときにそれに集中できないためなかなか制作が進まなくて困っています集中できるときには休みなく制作できるほど集中できるんですがその状態になるのは数年に一回あるかないかです推進ええー、質問とは無関係です 過去に茂木先生のイメーィングリストに入っており当時その ML で茂木先生と一緒に博物館の展示物を鑑賞しながらみんなで飲み会といに行くという企画がありました。あクオリアの会をやってた子だね。行ってみたいだなと思いつつ昔話が飛び交っていそうなので躊躇していきませんでしたが今考えれば黙って座ってるだけでも行ってみればよかったです。今またこのチャンネルを発見してふくと思いました。ああ、懐かしいねあの頃ね。まあ、あのー、チャンネルの皆さんに僕はクオリアの会ってのはインターネットの本当 創設期でだから日本にインターネットが始まった頃やっててあの懐かしいよねで確かねこれはね東博で少林図少林図長谷川東博の少林図見るみたいな企画だったかなまあなかなかああいうことができにくくなっちゃったんですよねまあもう忙しいこともあるんだけどネットを囲むあの環境も非常に牧歌的なものとは違ってきちゃっててまあ ああいうものをまた何か機会あったらやってみたいなって気持ちはあるんですけどなかなか今まだ難しいんですけどねローラン・ユずリハさん Twitter、えー、や YouTube を拝見していると都内の仕事でも移動は電車とか徒歩が多いようですがタクシーはあまり使わないのでしょうかうん、まあ、東京はですね電車がすごい便利なんですねであのできる限り昨日もあの、えー、と仕事か仕事ないま30分30分ぐらいの都内歩いたんですができる限りやる 移動がファーストチョイスで楽しいし、あの健康にもいいし、それで都内はあの点とか選択じゃなくて面で理解できるんで、あのタクシーももちろん使うときは使いますよ。だってどうしても時間がないときとか、その移動の間に何かしなくちゃいけないときとか使うこともあります。ミミデイリーアートシャリンさん、森先生質問をお読みいただきありがとうございます。先生はいかがなことについてどのようにお考えですか。森の中で木が倒れた時の音について。 人間がその音を聞かないと音ではないと思われますか、それとも人間が聞かなくても音だと思われますか、私はこの問いを考えることにより、えー、他,に他にいろんな問いが湧いてくる感じで、よくこの問いを考えていたことがあります。大西先生はどう思われますか、漠然とした、えー、質問すみません。いや、これは有名な質問ですよね。で、まあ、両方の立場があるんじゃないですか、その認識論的に言うと、森の中で木が倒れて、それが人間が音として認識しないと、音のクオリアもないし、 音とといいうものではないとで一方で物理現象としては明らかに物の中で木が倒れる空気が振動するってことあるとだから立場が違うということで、えー、とそういうふうに整理しておけばいいのかなとただ常に面白い問題ではあるこれはあのアインシュタインとですねえっ、ー、とあれちょっと待ってえーえー、ちょっと待ってボ,ボーズ・アインシュタイン凝縮じゃなくてうんとアインシュタインとですね <laughs> アイゼンベルクじゃなくてなんて <laughs> あの有名な、えー、とコペンハーゲン量子学のコペンハーゲン解釈をめぐるあの有名な論争があってその中でその月,が月は自分がそれを見てる時に存在するのかしないのかってアインシュタイン当然存在するっていう考え方なんですけどコペンハーゲン解釈の <laughs> どう忘れしましたがあのその人は存在しなないっていう解釈なんですねなんでどう忘れするんだろうな。 えーっとボーアーア,アインシュタインの嘘でしたそうボアだだ。そういうふうに用紙学に行くと,、えー、っとこの問題った何かとシリアスな話になっていくのかなと思います。さすがにピキオカミさん、ここ最近1時間ほどは深夜3時4時に出てお昼の12時後に起きるという昼夜逆転になってしまって、なるほど、早く起きようとして朝の8時や9時にアラームをセットして愛していたんですが、 結局二度寝してしまって昼に起きる生活がだらだらと1点ほど続いてしまいましたしかし今日ようやく9時に起きることに成功しましたアラームに起きる音楽を設定することで起きる,よう起きることができましたそして重要だと思ったのは朝起きた時の自分の気分に乗り寄り添ってくれるリズムや音量の、えー、音楽であることだと思いましたセットした音楽は「夜鹿の花に亡霊」という、えー、曲でしたこの曲は 朝起きた瞬間のテンションの低い自分の感情に程よく寄り添ってくれて程よく爽やかであるので目覚ましにぴったりだったことだと思います。この調子で最終的に朝の死に起きれるようになったらいいかなと思います。はい、あのよかったですね。でそれ音楽とかそういうのを使うってことも、まあ、とても大事だと思うんですけど一方でおらくさすがにピキオカミさんは1年ほど、えっと、朝起きる必要性がなかったってことですよね。で僕はね人間の脳ってすごく適応力があると思ってるんですよ。だから 例えばヨリシカさんがヨシカさんじゃなくてさ初にピキカミさんが朝9時に誰かとどこかに会わなくちゃいけないってアポがあったら絶対起きると思うんですよ。だから、えっと、それでいいんじゃないですかね要するに人生のフェーズがいろいろあるわけですね人によって。でヨリシカさんはあの過去1年間別にお昼12時に起きててそれで間に合って、まあ、大丈夫だったわけでしょ。あのもろもろのことで。で、えっと、今あ、まあ、そういう工夫されて朝。 時時に起きて7時に起起ききてててるるっていうことをか試みられてるんでしょうけどでも例えば旅行にどっか行かなくちゃいけないって言うんで、えー、と朝何時の新幹線とか飛行機乗らなくちゃいけないってことだったら普通に起きると思うんですよだからそういうもんだと思いますあのだから別に今あのえっ、ー、と今までですね朝起きられなかったっていうことについて別にあのそれで良かったわけだしこれからもし必要があったら朝起きられるようになられるんじゃないかなと。 なんか音楽も助けになってくれるのかなと思いますね。YK さん、えー、発達に偏りになることを育ててきました。つくづく一人一人の脳の癖が違うことを感じ、脳についてもっと詳しく勉強したくなりました。本、大学など脳について勉強したらどういうのか、アドバイスをお願いします。あのー、まあ 我々やっぱり専門家としては論文を読むのが一番いいよっていうふうな話になっちゃうんですが、まあ、それだとあれなんで、まあ、僕の本もたくさんありますしいろんな方の脳についての本を読むあるいはネット上にも随分、まあ、ちょっと玉石混交なんですがいろんな、あのーまあ、ぶ情報があるんでそういうのを読まれたらどうかと思うんですがただですね、えーとーまあ、基本的な考え方ですねつまりある記述をしてる時にその記述がどういうふな手続きで出 出てくるのかってことについては、もしあの機会があったら理解されるといいかなと思います。あのまあ、なんですよ。例えばある？こういう人はこういう傾向があるって書いてあったとしても、それは100%そうっていう意味ではなくて、単に統計的に分析すると有意な差がある。だからえっ、ー、と。でも必ずしもそうとは限らないっていうね。そこ,そこも含めて理解していただけるととてもいいのかなと思います。グループさんえー。 科学のリターシーが高い国はどこでしょうかまた人権についてのリターシーが高い国はどこでしょうかまあ,あのよく言われるのはサイエンティフィック・アメリカン日経サイエンスっていうあのものがあるんですけどこれ人口比で確かアメリカは日本の10倍売れてるのかなあとニューサイエンティストっていう、えー、イギリスには雑誌があるんですがこれが普通にキオスクとかで売っててこれがですねあの <laughs> 専門家が読んでも極めて面白いあの内容です。そこはやっぱり日本と違うんで 科学メディアって意味においては日本はなかなかないのかなと思うんですね。あと人権のリテラシーってのはやっぱりですねこれあの、えー、グ,ループグローブさんかあの自分たちで人権っていう概念を作った国とそれを輸入した国ではやっぱりなんか違うんですよねだから日本には日本の人権概念がひょっとしたらあるのかもしれないと思うんですけど内発的なものじゃないとやっぱり、えー、そういうものは定着しないのかなと。まあ アメリカなんかは建国自体がそういうものに基づいているわけで人権という概念ですねそういう国と日本みたいにあのそういう外から入ってきた概念はあの外からあの受け入れた国とはやっぱりちょっとそこら辺は違う身体性が違うとただから日本には日本の独自のえなんていうかな人権概念みたいなのがあるんじゃないかなと思いますけどねえっとさつさこさんかな持っているものと持たざるものの振る舞いはどのようにあるべきでしょうか 持っておらず、持ったずして、卑屈にならないことは感情的に難しいです。うん、だけど、まあ、持ってる、持ってる、持ってないって。いうのがね。そこよりも、あの、賢いというか。物事をよく深く考えているってことがよ、がよほど、僕は豊かだった気がするんですけどね。あのー、お金持ちの人って、時々見てると、不安な。人っていますよね。つまり。まり周りの人が、その人を見るとき、にお金があるっていうふうに見てるけど。別に、その人自身には、あまり興味がないみたいな。 そううなっっちちゃうとちょっとょ寂しいですよね一方でそこまでお金がなくてもその人自身が教養があって知性があって深く考えてたらその人は魅力的な人になると思うんですよ。やっぱりだからお金では買えないものっていうのはあってそれはでも人生を豊かにしてくれるんでそういうとにフォーカスしたらいいんじゃないかなと思いますけど。さ、え、ん、ー、難しい学問もありますが「存在するものはゼロにはないないというのが共通の認識の上のことだと思ってもう一度読んでいただけると幸いです。 森先生さがおっしゃるゼロがないという話はここに私たちが物質というものを認識できるというところまでの話だと思います。意識は2つの視点から見ることができると思います。外,外側の視点と内側の視点です。外側の視点から見ると完全な無はないし、意識を考えることにも壁がある。一方で、内側の視点から見ると外側の視点からまだ無てなかったものがなかったも同然のように考えると意識を存在するように定義できるのではないかということです。そういう意味で意識に2つの性質があると収まりがいいのではないかという話です。のクオリアも 外側の視点では思考的感覚的ィアという概念が有効で内側の視点からそうでなくてローなィアのようなものを仮定しなければ一つ壁があるのではないかという考え方ですどうですかなかったも同然として考えたい理由は中小宇宙の始まりや仮想粒子の話を含む具体ニューロントンリキャークなど中小意識の話はこの辺りという一つの条件仮定をした上での話だと思ってください具体が複雑化した上,上で来た中小の物理的な話です こののの内側とかってのはあの面白くてですね、えーと、素粒子もあの客観的に見るとファインマンダイアグラムで書けるんですけどファインマンダイアグラムの中を飛び交っている、えー、電子とか光子とかそういう立場からするとどう世界がどう見えるかっていうのは誰も知らないですからそういう意味でいうと追いかけ合ってことって人間の脳だけではなくさまざまな。あのー ところで関係が出てくるのかなと思いますということでケモジャイ先生いかがだったでしょうか、えー、みんないい質問ありがとうケモジャイ先生はこの本は知ってますか知ってるよ芸術の神様が置いてくる瞬間だろう。これはでね、えー、すごいよ町田光さん、えー、金森嬢さん山下洋介さん立川篠介さん荒川修作さんと対談した本じゃなすごい本ですよね これ公文社から出した出てる本ですけども、えー、とてもとても、うん、素晴らしい本で、もう今だった貴重な本でございますね。これ、えー、荒川修作さんとの対談なんてものすごく貴重な本で、この荒川修作さんのね、作品の写真なんかも出てますけども、すごい、えー、すごい本です。皆さん、えー、これ今どうなってるのかな、売ってるのかなわかんないんだけど、とてもすごい本なんで、もし機会があったら見て読んでください。読んでねー。<laughs>